はい、コナンです。今日プレイするのはドラゴンボールレジェンズ。これはね、バンダイナムコエンターテインメントの完全新作スマートフォン向けのアプリです。ついにねリリースされました。これね待っていたという人多いと思います。スマートフォンで iOS、Android ともにリリースされます。されますっていうかされてるんだけど、2018年夏配信予定ということで、これねワールドワイドで全世界でねアプリリリースされます。で、まあ、あのスロースタートという形態をとっています。まあ、これ何かっていうとね、最近のワールドワイドでリリースしているアプリ、まあ、PUBG とかねフォートナイトでもそうですけども、一気にリリースはしないんですよ。今現在リリースされているのは Android 版のみですね。 iOS 版もまあ近日中にリリース予定ということになっています。そしてね、地域の方でもまだね、あのヨーロッパの地域でしかね配信されていません。日本はねもうこちらもね近日中にリリース予定ということで、まだねちょっと調整中みたい。ゲームバランスをねちょっと調整してます。すごいよねこれ何なんだ、ちょっとドッカンバトルチックな感じもあるんですけども、すごい本格的アクションスマホゲーム、ド派手だよね何なのこの派手。とにかくね面白い。何なのこれ、ちょっと若干ハマりそう。まあスタミナ制なんですよ。今一つねスタミナ使いました。で、まあキャラ選んで、まあ基本プレイ無料でガチャ課金です。これも結構ねガチャハマります。さあまずね3体選びます。まあ3対3で対戦します。今ねストーリーモード進めています。あとはねこれあれ対人もできる、まああとやりますけども、人対人のね対戦できます。どうなんだろうね、そっちの方が激アツかもしんない。まあ、あとねアドベンチャーモードとかね、ちょっとモードが何個かあって、まあ基本的にはねまずはストーリーモードを進めていくのがいいんじゃないかと思う。でこのフリックで移動させて避けて、でこれ今長押しで気を貯めるんですよ。で気を貯めるとこの必殺技が打てるんで、このカード4枚までセットできるんですけど打ちます。そしてこれライジングラッシュ、これドラゴンボールを貯めるとねできます。超必殺技むっちゃすげえド派手だよね、かっこいいよね。でもこのキャラクターボイスもオリジナルボイスでね、これドラゴンボール好きにはたまんねえな。基本このフリックで移動させてタップで通常攻撃で長押しで気を貯めて、今貯めます。で貯まりました。そしたらこの4枚のカード順番に押していきます。必殺技この後ね、この辺りね、まあ、なるべくねまともに食らわないようにフリックで避けたりするんですけど、でこの3体自分のキャラがあっていつでも変更できます。で変えながら、まあ、その状況を読んでねやってみます。さあ必殺技カード出していきます。順番にねうまくこの状況を見ながら、まあって言ってもね結構カジュアル、まあ極端な話適当にタップしてても勝てます。まあこれで楽しいクリアです。あーすげー上がった。なんかレベルがねじゃんじゃん上がるんですよ。初回クリアボーナス、結構ねこのダイヤももらえます。バンダイナムコバンナムはねこういうの作るとうまいよね。この人対人解放されましたね。そしてフレンドも解放されました。フレンド機能もあるんだよな。これちょっとやり込み要素あるよね。人対人いきましょうか。まあでもねやってみた感じやっぱスマホゲーなんで、まあやっぱりねガチャから出るキャラで結構決まっちゃう感はある。まあでもねこの相性とかそういうのでだいぶ変わってくるけどね。さあ行くぜ。空中戦ですよ。設定としては何だろう、宙に飛んでる設定。一応ね超時空バトルロワイヤルっていうねよくわかんない設定なんだよね。
で、まあ、もう本当に指一本で本格的なアクションバトルが楽しめるっていうね。まあ確かにそれはある、相当簡単。うわやられた、ちょっとまだ慣れてないんでね、避けらんないんだよね。対人戦だとね、ちょっとストーリーモードとだいぶ違う。やっぱ人は強えわ。 気を溜めてるとその間にやられちゃうんで、気を溜めてる間はさ、もうガラ空きだから。お、ライジングラッシュ溜まった。ちょっとキャラ変えながら行くぜ。よし行くぜ、ライジングラッシュ。ド派手だよね。だか、一応ね、ドラゴンボールの、まあ、シリーズいっぱいありますけども、キャラね、もう総勢出てくるのかな。でオリジナルキャラ、このゲームのオリジナルキャラシャロット、一応ねこれ主人公みたい。鳥山先生がこのゲームのために書き下ろしてくれた。かっこいいよね。さあどんどんやっていこう。この対人戦はね、もうやりたい放題、スタミナ減らないから。ストーリーモードはあのスタミナ制で、まあ、スタミナ切れちゃったらちょっと時間待って回復しないとできない。やっぱりね、これ対人戦が熱いよ。今なんだなんだろう、これ宇宙の設定かな。画面綺麗だよな、最近のスマホアプリ。そうなんですけど、すげえ綺麗でね。今使っている端末なんですけども、 NTT ドコモの Galaxy S8 Plus を使ってます。もうつい最近もう出たのかな、 S9 がね出ました。ちょっとねそれどうしようか、買おうか迷ってる。でもこの S8 プラスでも全然不満ないからね。まあ当たり前だけどね、まあ1個前のフラグシップモデルだから、これでゲーム動かなかったらほぼほぼ全ての端末で動かないからね。快適です、画面やっぱ綺麗だわ。でね、これ S8 プラスは縦長画面なんですよ。まあ今流行りのですよ、今のスマホって結構縦長じゃないですか、画面が。でこのゲームね、それに完全に対応してて、ちゃんとね画面の隅から隅まで表示されます。アプリによってはね、対応してないとあの上下に黒い線が入って表示されないっていうのがあるんですけど、これはねやっぱり新作だけあって対応します。さあドラゴンボール、今1,2,3,4,5,6個溜まったね。あの右端にあるあのあれが全部溜まると超必殺技を打てますよ。やられた。おいったぜ。さあ次だ次。だいぶね慣れてきました。やべえなこのゲーム。お、報酬が結構いいね。ランクどんどん上がってくぞ、上がってくぞ。もうやれるだけ進めていきましょうか。ストーリーモードいきましょう。なんか3体また色違いのなんか出てきましたね。始めようぜ。さあ始めようぜ。だからこのゲームはストーリーモード、イベントモード、イベントモードっていうのもあるんですよ。でさっきやってたあの対人戦ね。でストーリーモードはアニメ版のドラゴンボール超のね、あの力の大会終了後っていう設定だそうです。でそこを舞台にね進めていく。でイベントモードがあの原作アニメ漫画における主要なねエピソードを体験できるようになってるみたい。だから、まあ、結構ねドラゴンボール好きの人はたまんないよね。結構ねたくさんエピソードあります。さあいけるかな。必殺クリリン。
おー、ライジング KO。 この青いね、このゲームのね、オリジナルキャラ、シャロット、強いよ。画面的にはなんか据え置き並みに綺麗だよね。さあ次だ、次さあ勝ったぜ。おー、レベル上がった。